Welcome to Superstar Channel. おはようございます。スーパースターチャンネルへようこそ。チャンネル登録、高評価、低評価、コメント、何でもいいので反応よろしくお願いします。今はですね、6時半、明るいですね。夕方じゃないですよ、夜じゃねえや朝の6時半なんですけど、昨日はね、夕方中野さんが来ていろいろね、作業を手伝ってもらってたんですけど、ちょっと諸事情があって中断してしまったので、今日は朝からこれの組み立てですね、ハブの方を取り付けていこうかなと思っております。今日はね、お昼過ぎか夕方ぐらいに宮坂さんが来て、アライメントのこの機械を使いたいっていうことなので、まあそれまでに仕上げなきゃいけないということで、今朝は早起きしていろいろやっていくというか、組み立てをしていく予定でございます。でね、今回この、まあ、油圧のキャリパー、今回はね、 STF のやつを去年買ったのをそのまま使ってます。昨日中野さんがね、これ組み立ててもらって、でドラシャをね、シーズン途中で DMAX をね買って置いといたんですけど、まあ最終戦ここまでねバラすっていうことだから、せっかくだからまあ折れちゃいけないので、こちらのもともとついてたのを予備にして新しく付けようかなというところで作業しております。でこちらの今1号の方はついていたナックルとか全部バラバラにして、油圧のパーツを13の方に取り付けてます。でこっちはね、ブードゥのアームが入ってるんですけど、まあ、こっちはって言っちゃいかんよね。13の方はね、ブードゥのアームが今はついてないので、やっと部品がね全部来たので、今回間に合えばね付けたいなっていうふうには思っていますよ。でこれが完成した台座ですね。一応ね、元々の穴はもうクワイフ積む時に結構切ってなくなっちゃったので、今回はね、あのプレートを自作して、まあ、機能溶接していろいろつけてみました。まあ、あとは締めて最後の角度の調整をすれば終わりっていうところまで来てます。でこちらもこれから外したりいろいろやって、今日のね、またお昼過ぎか夕方ぐらいには中野さん手伝いに来てくれるっていうので、それまでには、転がる形にして、あとエア抜きとかブレーキパッドもね頼んでくれたので交換して、今日中には終わりにできるようにしたいなと思っております。まあね、皆さんお仕事かと思いますので、僕も会社が10時に始まりますので、それまでにはある程度形にして、だとパートさんたちが働けるようにいろいろまた朝の準備したいと思います。まあ、今日は簡単な動画でしたが、皆さん今日も一日元気にお過ごしください。ではバイバーイ。